物語は新しい局面を迎えた。とても感動的な揺るがない忠誠心と死地から脱出する希望に満ちている。そして少しばかりの頭を上げてみろ。俺たちの頭上は眩しいスポットライトに照らされて熱くなってる。まるでガスコンロの上に置かれたフライパンだ。ブツブツとつぶやくんだ。ブツブツと。アルカニスト、新しい変化、守るストーム。ああそうだ、ストーム。ストームはもうニュースじゃない。この物語の登場人物たちはみんなこの言葉を口ずさんでる。新鮮味なんてない。カメラをスポットライトの外に向けるとステージ上にたくさんの人が立ってることに気づく。奴らはうんざりするほど大人数だ。いい質問だ。みんな出どころが必要だもんな。好奇心だらけのやつめ。じゃあ俺も簡潔に答えてやるよ。そいつらは自分の母ちゃんの腹から来たんだ。理解できるか？そう難しくはないよな。そいつらはお前さんたちと同じようなやつらだ。だが差がある。腹を開けてみればわかるが、肝臓、胃、脾臓、肺臓、心臓、どれもちゃんと揃ってる。顔立ちだってすっきりしてる。ちゃんとちゃんと見てみろ。おや、一人か二人会ったことがあるみたいだぞ。そいつらはお前さんと同じ組織、輝かしい聖パブロフ財団に属している。フランス支部のエヴァ、エジプト支部のラー、ロシア支部のマトリョーシカ。そうだ、お前さんが最初に出会った支部のお友達、赤い花をした若者、スコットランド支部の剣だったな。でもよ、右にも左にも奴はもういないだろう。いい質問だ。そいつを探しに行こうな。続けて周囲を見てみよう。左右はやめて頭上を見てみよう。そうだ、上だ。眩しいスポットライトを恐れるな。目が見えなくなる勢いで見つめるんだ。見えたろう。あれは白い傘だ。お前さんが見たことがある傘より数倍大きいし広い。お前さんの目玉についた緑色の斑点はそれを見つけた対価だ。この白い傘はたくさんの雨を遮ってくれた。そしてあのオレンジ色の髪の毛で白い衣装を身にまとった少女を残してくれた。そしてストームが土砂降りの中、遮るものがない場所で人々がどう消えていくのか、その目で見たんだろう。お前さんのお友達みたいに、スコットランド支部の件もそうなったように、俺が言ってた佐のこと覚えてるか？沈黙に陥るにはいいタイミングだ。お前さんのトラウマと悲惨な過去は今満ち溢れて爆発するだろう。そしてみんなが心臓に痛みを感じるようになる。でももう少し考えてみろ。もしみんなが真相を知れば、今日が全て嘘で明日はもう存在しないと知ったら、俺はすぐにでも履いてる靴を食べるし、みんなは
小惑星がもうすぐ墜落すると分かったようにパニックになるだろう。あの理性至上主義な白い鳩たちはもちろんそんな状況を望んでいない。彼らは最も理性的な選択をした。この巨大な白い傘は常に己が認めたものしか覆わない。さあ手を重ねてお高く止まって、なんと残酷なことでしょうと評価してから考えてみよう。箱舟は彼ら全員を乗せるべきか。果たしてこの箱舟にそれができるかな。なるべく冷静にゆっくりとこの質問を提起するべきだ。興奮の真っ最中にいる奴らは冷たい水をかけられた熱い鍋みたいにシューッと音を漏らして静かになるだろう。彼らの気持ち、あいつらのことか。エヴァ、ラート、マトリオシカ、もちろんお前さんは友達思いだ。その優しい品格は忘れちゃいないさ。そいつらのことについて知りたい場合は、まず体を曲げて手を伸ばすんだ。そうだ、ステージの下にある陰湿な隅っこを手で触れるんだ。指がその影に触れ、皮膚の先端から何かに柔らかく包まれていくのを感じるだろう。美しくしなやかなブラックベルベット、まるでゆりかごに鳴り響く母親の歌声だ。それが頭が空っぽなやつらが今感じているものさ。また黙り込んだな。お前さんは沈黙のタイミングを選ぶのが上手だ。俺と俺の知り合いがエレベーターの中で黙り込んで屁をこくのと同じように、偽善で愚かな友人よ、角度を変えて考えてみろ。この下にどれほどのゴミが埋もれているか知れたもんじゃない。腐敗した洋菓子と乳製品からは汁が出ていて、無数のペッカペッカ光るアモンゴキブリがわらわらとうめいているかもな。真相が見えないのはラッキーなのかもしれない。特にこのクソみたいな場所から逃げられない時はな。式評決に向けた最終投票を始めます。投票メンバーは速やかに投票を行ってください。残り1分です。手元にある投票チャンスを大切にしてください。
速やかに投票してください。賛成票は反対票より多いですね。ですが3分の2の支持率までは少し距離があるようです。速やかに投票してください。残り30秒、カウントダウンに入ります。10秒。まだ投票していないメンバーは速やかに投票するように。投票終了。ストーム改革増員と秩序法案成立です。人生の勲章その1達成。ここのガラス想像してたより脆いな。おいベルティ、そろそろ起きろ。何の音だ？何があった？なかなか早い反応じゃないか。1人2人3人、よし安心しとけ。なるべく負傷者人数を8人以内に収めてやるから。何これ。全員体型を整えよ。武器を持て。侵入者を降伏させろ。来いよ、久々の実戦を味わわせてくれ。口内鏡検査を始めましょう。残念、これは偽物さ。お座り。かなり面白いな。大丈夫。目には目を。たくさんの無知の合間にご褒美の飴を与えるのがコツですわ。ご協力感謝します。痛みを飲み悔い改めよ。服にシワができるだろう。歯には歯を。お手。ウェイモナム。お座り。血をもって罪を償え。残念、これは偽物さ。訓練開始ですわ。お手。緊張しないで。目には目を。大丈夫。お戻り。来いよ、久々の実戦を味わわせてくれ。あなたの期待に応えましょう。かなり面白いな。お手。
この繁栄した輝かしい世界、私たちこそがここの主人、支配者ですわ。かかったな。行け。ウェイ、モナム。歯には歯を。かなり面白いな。悪行の代償を身をもって知るがいい。残念、これは偽物さ。尊き卑しきの隔てな法によって断じ。かかったな。夢から落ちる時間だよ。ウェイ、モナム。お座り。目には目。香りと輝きはいつだって人の目をくらませる。残念。ブラボー。訓練開始ですわ。尊き卑しきの隔てな法によって断ず。しばし安静が必要ね。かなり面白いな。歯には歯を。クシュンクシュン、おやすみ。ブラボー。痛みをのみ悔い改め。服にシワができるだろう。緊張しないで。ウェイ、モナム。大丈夫。深呼吸を。そう、このダイヤは硬い。まるで本物のような。100トンの鞭の合間にご褒美の飴を与えるのがコツですわ。服にシワができるだろう。かなり面白いな。目には目。緊張しないで。ウェイ、モナム。そう、このダイヤは硬い。まるで本物のようにご協力感謝します。ブラボー。服にシワができるだろう。いけ。しばし安静が必要ね。夢から落ちる時間だよ。メッシュ。大丈夫。悪行の代償を身をもって知るがいい。クシュンクシュン、おやすみ。香りと輝きはいつだって人の目をくらませる。残念だ。深呼吸を。服にシワができるだろう。愚かな抵抗。すべて良くなるわ。ウェイ、モナム。かなり面白いな。お座り。さあ、
お戻り。そう、このダイヤは硬い。まるで本物のようね。たくさんの無知の合間にご褒美の飴を与えるのがコツですわ。服にシワができるだろう。おい、モナム。目には目、お手。大丈夫。残念、これは偽物さ。ほら、万物の上に雑草。ほら、きちんとごめんなさいして。無駄な抵抗はおやめなさい。あなたの期待に応えましょう。かなり面白いな。お手。緊張しないで。この繁栄した輝かしい世界、私たちこそがここの主人、支配者ですわ。ブラボー。ほら、きちんとごめんなさいして。深呼吸を。愚かな抵抗。夢から落ちる時間だよ、メッシュ。お座り。歯には歯を、目には目を。香りと輝きはいつだって人の目をくらませる。残念だよ、本当に。痛みをのみ、悔い改めよ。ほうは万物の上に座す。愚かな抵抗。ウェイ、モナム。大丈夫。歯には歯を。お手。そう、このダイヤは硬い。まるで本物のようにね。正直屋敷の隔てなく法によって断じ。ほら、きちんとごめんなさいして。服にシワができるだろう。行け。しばし安静が必要な。かなり面白いな。ウェイ、モナム。悪行の代償を身をもって知るがいい。クシュクシュ、おやすみ。さーて、分取ったものを分ける時間だ。いや、戦利品の合理的な再分配と言うべきか。救援要請。1525号室に緊急救援要請。ったく、増員を呼ぶな。ただでさえ厳重な警戒の中、職員の目をコントロールしないといけねえんだから。いいりょ。やっと目が覚めたか。
よし、ここから去る時が来たな。ほい、ほうきに乗れ。そうだ、後ろに座って。ちゃんとしがみつけよ。空中で落っこったら死んじまう。よし、レッド38、出発だ。メスメル、メスメル、何をしてる。彼女たちが行っちまうぞ。早く捕まえるんだ。狂ってるわ。無駄なことはやめろ。まだ元気があるならコンスタンティンに報告しに行け。いい天気だね。